もしもし。白崎です。矢上さん、今日も横浜ですか？ああ、もしかして江原の裁判の件？ええ、その控訴にあたって検察側が相談したいと言ってきています。非公式に。非公式に？どういうこと？江原の殺人動画を新証拠とするか事前に裁判官と協議したいと。すでにネットで多くの目にさらされた動画です。それをどう扱うかでみんな腰が引けてるんです。検察はまたフェイク動画とか言い出す気かな？かもしれません。それで今日その打ち合わせをすることになったんです。裁判所の会議室で。急で申し訳ないんですが、矢上さんも同席できますか？わかった。もちろん。ありがとうございます。まだ少し時間があるので急がなくても大丈夫です。では現地で。つまり間宮由衣は痴漢の被害者ではなく、江原明宏とグルになって殺人のアリバイをでっち上げていたと。我々は痴漢の件を片付けたいだけなのに、弁護側はそこまで話を広げるわけですか？被告人が痴漢した動機を説明するには、御子柴殺害の事実確認が必須です。そもそも今回の痴漢事件は狂言で、そこに有罪判決が下されることまで初めから彼らの筋書きにあったんです。法廷に強い敵意を持つ被告人ですね。江原は誤審を誘導することで殺しのアリバイを法廷のお墨付きにしたんです。当時は御子柴の死体がまだ出てなかったから気づくことは難しかったと思いますが、我々が出し抜かれたのは確かです。我々？あなたの本業は弁護士じゃなくて探偵でしょ？矢上先生は今も弁護士の資格をお持ちです。気に障ったんなら忘れてください、鷹野健治。私を指導してくれた上司は若い頃そちらの源田先生が苦手だったそうですよ。いたずらに犯罪者たちの無罪を主張し、負けてもしつこく絡んでくる。検察官には常に攻撃的で、おまけにカムロ町でヤクザともつるんでた。何より無礼な態度が許せなかったと。へえ、源田先生のことをよくご存知なんですね。私も駆け出しの頃、源田先生に小僧扱いされてました。正直いい印象がありません。検事から苦手と言われるなんて、弁護士にとってそれ以上の褒め言葉はありません。ふん。話を戻しましょう。確認ですが、被告人自身は控訴の件を了承してるんですね？ええ。しかし、もし江原が本当に殺人を犯してるなら、そのアリバイを蒸し返されたくないはずでしょ？江原の目的は殺人の罪を逃れることじゃないんです。じゃあ何だと言うんだ？法を貶め、嘲笑ってみせること。ふん。だったらそんなのは相手にしないことが最善の手だ。ええ、多分そうですね。法が公正であることより、検察や法廷のメンツを第一とするなら。なんだと？ああ、失礼、遅くなりました。今回控訴にあたって弁護側は被告人の無罪を主張する気ですか？そしてそのために彼の殺人を立証すると。待ってください。その前にそちらは？警察庁の方です。江原が現役の警察官ということもあり、今回一応状況を確認させてもらいたいと。議論に加わるわけじゃありません。警察もこれ以上恥をかくわけにはいきませんから。
正しい情報を国民に発信する必要があるんです。お名前を伺えますか？坂東と申します。肩書きは？警察庁の所属で調整官とだけこれ以上話し合いの邪魔になりたくはありません。どうぞお気になさらず続けてください。私が思ってた以上にここは非公式な場のようですね。裁判長に改めて検察の意見を申し上げます。江原明弘の控訴において我々は例の殺人動画を新証拠として認められません。出どころ不明のネットの噂に過ぎないんです。軽々しく法廷に持ち込んで審理すべきではありません。確かに。さらに江原が法廷に強い敵意を持っているのなら例のネット動画もまた罠である可能性があります。罠？ええ、次は逆に映像を加工捏造していたという新証拠がネットに流出するかもしれませんよ。その時控訴が始まっていたらどうします？やっぱりやめようとその場でお開きとしますか？江原一人の気まぐれに振り回される、そんな法廷の姿を国民に見せるわけにはいきません。であるならば法は粛々と江原に下した刑を執行すべきです。いかがです、弁護人？あなた方はそこまで考慮した上で控訴を申し立ててるんですか？ええ、何と言われようと私たちは被告人の無罪を主張します。あんたもそうか？江原の有罪判決は間違っていた。一審の時あの人を有罪にするだけの証拠は揃ってなかったと俺たちは考えています。江原の手からは被害者の下着の繊維が検出されている。トリックです。事前に被害者と共謀して仕込まれてた。それがトリックだったと立証する証拠がない。間宮由衣と江原が事前に会っていたんだったか？ならその証拠は防犯映像でも残っていたか？いえ、ありません。駅の防犯映像は必要なければ数日で消されてしまいます。ああ、でも江原と間宮由衣がグルだった可能性がある以上下着の繊維も有罪の決め手にはならない。そうですよね他に江原の有罪の決め手は何だったっけ？防犯映像かな。それにテレビで何回も流してたスマホ動画、あれだって犯行を立証したとは言えないよな。何しろ決定的な穴がある。何だと？俺たちはその証拠を足で稼いできたよ。あんたは現場にちゃんと足を運んだか、高野健二？いや、でも新宿駅なら何度も行ったことがある。ならわかると思うけど、あそこは防犯カメラが山ほどあってほとんど死角がない。でも現場を細かく調べるとやっぱり死角はあったんだ。逃げる江原とそれを追う間宮由衣、一部始終が映像に残ってるように見えたけど、この矢印の点線部分はどのカメラからも死角になっていた。ここに江原が替え玉と入れ替わることのできた一瞬の穴がある。江原のすぐ後ろから被害者が走って追いかけていた。目の前で入れ替わったりしたら彼女がすぐ気づくだろう。みんなグルだからね。気づくも何も事前に入れ替わることを知ってたんだ。それを証明できるのか、高野さん俺たちは被告人の無実を証明したいわけじゃない。何？一審で検察が揃えた証拠だけじゃ被告人の有罪を断言できないと指摘してるんです。それが弁護人の役割ですから。その通りです。少なくとも痴漢が狂言だった可能性を検察は潰しきれてない。なら疑わしきは罰せずでしょう。
その言葉は一審の時に言うべきでした。もっともおそらく白崎先生も被告人の無実を信じていなかったのでしょうね。一審の有罪判決は被告人に誘導された可能性があります。そこに気づけなかったことは私たちのミスです。でも気づいた後に正そうとしないのは隠蔽です。大げさな言い方はよせ。たかが痴漢だ。今の発言は聞き流せませんね。たかが痴漢なら冤罪が許容されると国民にそう受け取られかねません。ええ、失言でした。取り消します。やはり本件は控訴審で審理するのに値する事件ですね。もし敵意ある被告人に誤審を誘導されたのなら、それを正せるのも法廷だけです。ありがとうございます。ただし江原さんの殺人動画は私も見ました。あれを法廷で証拠とするのは私も難しいと思います。残念ながら現時点で法廷に持ち込むことは認められません。沙織さん、先に行っててくれる？え？後で事務所に顔出しに行くよ。わかりました。失礼します。坂東さんでしたっけ、公安の。その所属は名乗りませんでしたがまあそうです。楠本玲子を知ってますか？厚生労働省の事務次官。もちろん。彼女を監視する理由は？そりゃ人聞きが悪い。今ここにいるのは俺とあんただけだよ。なるほど、話が早くていいですね、八神先生。あんたにとって江原の裁判はそんな重要なものじゃないよな。ってことはここに来たのは俺と会いたかったからじゃない？桑名の居場所を知りたいんだろ。全然見つからないんで、あんたも重い腰を上げなきゃならなくなったとか。桑名こと北方優は殺人容疑で指名手配中です。居所をご存知ならぜひ教えていただきたい。殺人で指名手配ね。いや、沢先生はあんたんとこで使ってる RK が殺したんだ。それを隠し通せると思ってんのか。もう現場の刑事だってみんな疑いを持ってる。現場の刑事管理する側とされる側は対立をはらんでいるものですよ。現場の警官は上への愚痴をこぼしながら走り回るのが常です。私も若い頃はそうでした。じゃあなんであんたは警官じゃなく半グレを駒に使ってんだ。そのせいで沢先生を巻き込んだんじゃないのか。おっしゃってる意味が分かりません。あんたは今回の件が初めから汚れ仕事になると分かってたんだ。だから表立っては警察の人間を使えない、それともそこまで信頼できる部下を自分の手元で育てられなかったのかな。なるほど、そりゃいい。公安の人間にできるのはせいぜい監視と逆探知。残りの荒事は半グレに丸投げだ。そうかもしれませんね。ただそれでもお前らを踏み潰すには十分なんだよ。一応聞くけど、相馬は今どこにいる？そっちがすぐに桑名を差し出せばこれ以上犠牲者は出ない。なんだと？奴をかばう理由があるのか？分かってるぞ、
桑名はいじめ加害者を処刑して回ってる。著しく治安を乱している人間だ。だとしても沢先生の件はあいつが犯人じゃない。私は議論するつもりでここに来たんじゃない。最後通牒だ。しばらく寝とけっての。八神さん、さっきは大丈夫でしたか？警察庁のあの坂東という人、もしかしてRK のバッグについている一味ということでしょうか？ああ、間違いない。桑名の居場所を知りたがってた。なるほど。そういえば、星野くんが RK の噂を聞きつけてきたようです。星野くん、RK のことで何か聞きつけてきたって？ええ。どうやらあの阿久津って幹部が、カムロ町に戻ってきてるそうなんです。昨日から。阿久津が？ RK のナンバー2ですよね。ああ、あいつなら多分相馬の居所も知ってる。阿久津はカムロ町のどこに戻ってるんだ？八神さんはご存知かどうか、 RK はカムロ町に息のかかったキャバクラをいくつか持っているようで、それをナンバー2の阿久津が仕切ってます。で、系列店で売り上げのいい子とか、今後期待できる評判のいい子がいると、阿久津が直々にボーナスを手渡してくれるらしいんですよ。星野くんはどっからそんな情報を取ってくんだ？うちの依頼人はキャバ嬢とかカムロ町で働く人が多いですから。要するに売れそうな子は阿久津に会えるということですね。ねえ、ここ何日かその表彰が途切れてたんですが、昨日はそれがあったみたいなんです。つまり横浜に行ってた阿久津がカムロ町に戻ってきてるってことですよね。なるほど、確かにそうだな。で、具体的に阿久津はカムロ町のどこに戻ってきてんだ？そこまではまだ。 RK の幹部は毎晩居場所を変えるらしくて、
多分警察に行動を把握されないためでしょうね。でも売れそうな女の子になら阿久津の方から声をかけてくるわけか。もう全然嫌じゃありませんよ、この展開。むしろ望むところです。ああ、沙織さんがまたキャバ嬢になってくれたら阿久津を引っ掛けられる。これは RK の潜入ミッションになります。だから危険なのは分かってるんですが、くそー、僕はまた沙織さんの変身が見たい。こんな自分を抑えきれない。何を言ってんだお前。どこかはっきり RK の系列って分かる店はあんのか。ええ、ずっと前にも沙織さんが潜入したクイーンルージュというお店がありますよね。あそこが少し前 RK の半グレに乗っ取られちゃったみたいで。クイーンルージュか。あそこの店長は変わってないのかな。そうですね、もともと雇われ店長だったんですが今も変わってません。ただ以前は高級店だったのに格安を売りにするようになってて、内情は変わってるかもしれませんね。そうか、格安なら俺も行ってみるかな。あ、そうか、じゃあ僕も行きたいかも。バカ言ってる時間はありません。そうだな、沙織さんはまた服とかメイクとか準備がいるね。一緒に考える。いえ、それなら大丈夫です。ん？先日マリ姉さんと一緒に RK 好みのメイクを追求したところです。今回もそれで行こうと思います。ああ、マリネと。でもほら、男好みのメイクはやっぱり男がやった方がいいしさ。お言葉ですが、見てもいないのにその判断はいただけませんね。お、あ、そう。沙織さんに任せるよ。俺なんかの出る幕じゃなかったな。ええ、こう言ってはなんですが自信のメイクです。任務に支障はきたさないと断言できます。なるほど、うん、その一気はよしだ。さすがうちの沙織君、我が源田法律事務所は向こう20年は安泰だな。本当ですね、八神さんも英断でした。よし、んじゃ早速作戦を始めようか。参りましょう。仕上がってる。さすが、バッチリだよ。ええ、では参りましょうか。クイーンルージュへ。沙織さんがメイクしてる間、店長には入店のことを話しといてよ。星野くんが言ってた通り、ある程度売り上げが見込めそうな子には阿久津からお呼びがかかるってシステムらしい。わかりました。要するに私は店のナンバーワンを目指せばいいわけですね。自信のほどは？できるかできないか保証はできません。ただやるだけです。どこまでもついていきますよ、姉さん。このお店、近くを通ることはありますけど、中に入るのは久しぶりです。店長、沙織さんのこと覚えてたよ。前も一晩だけじゃなくて本当はずっといてほしかったってさ。潜入キャバ嬢再びですね。あ、その前にこれ渡しとくよ、無線のイヤホン。うまく阿久津んところに行けることになったらそれで連絡を取り合おう。何かやばい時はすぐ助けられるようにしとく。わかりました、背中は八神さんに預けます。ああ、それじゃあよろしく。あ、ああ、
織さん、本当に沙織さんなんだね。やっぱり別格の美しさだよ。君を見てると店の全盛期を思い出すな。お元気でしたか、店長。元気元気。ああ、いや、そうでもないか。前に来てもらった時はここを高級店で売ってたんだけど、それじゃあなかなか苦しいってことになってね。今は早い、安い、接客はまあまあって感じの方針なんだ。ええ、話は少し聞いてます。大きな声じゃ言えないけど、前のオーナーが賭け麻雀ではめられちゃってさ、で経営を RK に乗っ取られちゃったんだよ。以来よそと同じく格安路線に変えられちゃったわけ。でもさ、そうなると回転上げないと儲からないし、女の子の質も下がってくんだよね。見込みのある子には RK からお声がかかるとか。そうそう、よく知ってるね。 RK は稼げる人、力のある人には待遇がいいんだよ。これをって子がいるとボーナス渡して気前のいいとこを見せようとするわけ。まあ阿久津さんってのが可愛い子と飲みたいだけかもしんないけど。阿久津さんとはどちらで会えるんですか？場所は特に決まってないな。いつも向こうの気分次第でね。あ、もうボーナスもらう気満々じゃないの。でもきっと沙織さんならいけると思う。その息だよ。聞こえる？沙織さん。ええ、入店は問題なかったみたいだな。俺は今のうちに助っ人を呼んでくるよ。助っ人？なあ、阿久津に会えるようになったら全員でかかれるようにね。それまで頼んだ。あんたが店長の連れてきた大型新人さん？なんか思ったより年がいってるみたいな。沙織と言います。どうぞよろしく。あんた今までどこの店で働いてたの？普段は普通に事務仕事なんですけど、2年ほど前に一度こちらでお世話になったことがあるんです。何それ、気が向いた時だけのパートってこと？この仕事舐めてる？そんなお気楽な仕事だと思われんのは心外なんだけど。なるほど、ごもっともです。では今夜はお二人からプロのお手並みをとくと見せていただけると楽しみです。な、何その口の聞き方。こうやって休憩時間に新入りをいびるのもプロの技なんですよね。ああ、いけませんね、すぐそんな怖い顔したら。お客様が楽しめなくなってしまいますよ。かな。見た目だけの勘違い女かと思ったら案外気合入ってんじゃん。ちょっとメグ、新入りにこんなでかい態度許していいの？この世界は実力主義だからね。仕事ができれば文句はないよ。お二人の足を引っ張らないように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。沙織さん、メグさん、クリコさん、お客さん入ります。よろしくどうぞ。じゃあ見せてもらおうじゃないの。店長期待の大型新人の実力をね。ええ、望むところです。はじめまして、沙織です。おお、沙織ちゃんね。ああ、どうぞどうぞ、座って座って。いや、綺麗ですね。本当にこのお店最高。あ、
どうも、はじめまして。でもな、俺の発する意義ありは、それはもう賢治たちを震え上がらせたもんでね。すごいですね、さすが弁護士先生。ああ、ずるいですよ、源田先生ばっかり。僕もね、こう見えて司法試験でトップクラスの成績だったんだよ。へえ、司法試験？ちょっと待ってよ、嘘でしょ。君たちもしかして司法試験知らないの？日本一難しい資格試験なんだよ。そうらしいね。資格なんだ。私も漢字検定3級取ったよ、中学の時。そんなのと一緒にしないでよ。漢字検定も立派な資格ですよ。え？司法試験に受かったなんて、そんなのもう随分昔の話でしょう。あなたはまだそんなことを自慢にしてるんですか？え？あ、いや、あ、ちょっと沙織ちゃん、お客さんに向かって何言ってんの？そうですよね、つまんない自慢なんかして最低ですよね。でも司法試験はその非常に難関でして、たくさん勉強しないと受からないんです。え、嘘、泣いてるじゃん。どんなに過去のことでも、そのやっぱり素敵、すごいですよ。いつまでも自慢して許される過去の栄光です。だって司法試験なんですから。過去の栄光？そんな言い方されると。っていうか、そんなにすごいの司法試験って？ああ、そういえば私のいとこ、もう3回挑戦して全然受かんねえって言ってたし。でもそいつ東都大出てんだよ。東都大出た人が受かんないの？え、じゃあそれってマジですごいじゃん。おお、そうなんだよ。俺も遠い昔に軽く受かったもんさ。すごいですよね、弁護士ってやっぱり尊敬です。二人ともそう思わない？思う。それに弁護士って儲かるんでしょ？どこ行ってもモテモテじゃん。へえ、そんなことないよ。照れちゃって可愛い。今日楽しいですね、源田先生。いっぱい飲んじゃいましょうか。おお、どんどん行こう。君らも飲むとな。いただきます。ごちそうさまです。それでな、聞いてくれよお嬢さん方、俺は今夜は楽しいぞ。キャバクラってのはいいもんだなってつくづく思うわけだよ。全く同感です、源田先生。とにかくここは接客が素晴らしい。あー、もう毎晩ここに来たい。朝までいたい。やだ、星野先生も源田先生もお上手。そうだ、じゃあまた来るってことならキープボトル入れちゃいません？いいじゃないですか、弁護士お金持ちなんだし。そうだな、いや、お金はそんなにはないんだけど、今日はもういいよな。ボス、かっこいい。あれれ、沙織さんどうしたんですか？泣かない顔しちゃって。ほら、スマイルスマイル。そうだぞ沙織君、君はな、もうちょっと愛想よければ華やぐのにと俺は常々思ってたんだ。
なんかお客さんたちって沙織さんと初対面じゃないんですか？うん、そういえば確かに、なんかちょっと時々ね。うん、どうなんでしょう。僕たち知り合いだとなんかまずいんでしたっけ？まずくはないですけど、私たち初対面じゃないですか。おかしな先生。初対面って俺たちがか？やだ、もうどうしたんです？二人とも、メグさんとクニコさんが変な目で見てるじゃないですか。別にそういうわけじゃないけどさ。でもなんか不自然は不自然だよね。源田先生、私こんなにだらしなくなってきちゃった。初対面なのにはしたない？だらしないの？そうかな。だらしないですよ、こんなの。だからお願い、沙織を叱ってくださいな。じゃあどんなお仕置きがいいか言ってごらん。ちょっと先生、何ですかお仕置きって。離れなさいって。あ、ねえ、ちょっと俺らのとこにもあの子呼んでほしいんだけど。かしこまりました。沙織さんをご指名でございますね。俺も来てもらいたい。待てよ、こっちも頼みたいんだけど。いや、これは皆様お待ちください。順番にお伺いしますので。大型新人、期待以上だったみたいね。マジか、すごいね、これは。参りました、姉さん。数々の失礼、本当にすみませんでした。そんな、今日はたまたまうまくいっただけですから。いえ、そんなことないです。なんかトークの持っていき方も色気だって全部負けたなって思いましたから。おかげで私も今夜はいいお酒飲めて勉強になりました。いやー、3人ともお疲れさ。すごかったね。今夜は客が客を呼んでずーっと引っ張りだこだったでしょ。久々の大盛況だったよ。これも沙織さんのおかげだ。いえ、メグさんとクニコさんが一緒に頑張ってくれたおかげです。そんな、今夜の MVP は誰がどう見たって分かってます。店長、ここに来たってことはもしかして沙織さんにボーナス出るんじゃありません？ああ、その通り。まさか初日からこんなトントン拍子に行くなんてね。さすがとしか言いようがないよ。阿久津さんからぜひ沙織さんをねぎらいたいって。金一封のボーナス支給だ。今早速表に迎えのタクシーが来てるよ。本当ですか？嬉しいです。うわー、すごい。本当に出るんですね、ボーナスって。私もいつかもらえるといいな。それで阿久津さんはどちらにいるんですか？着いてからのお楽しみだそうだよ。阿久津さんは自分の居所をオープンにしないんだ。もちろんカムロ町のどこかだとは思うし。あ、大丈夫、帰りもタクシーで送ってもらえるってことだから。そうですか、わかりました。とっても楽しみです。大丈夫だ、沙織さん。俺も今ちゃんとついてってる。すぐ助け行けるようにしてるから。運転手さん、今どこに向かってるんですか？いや、もうすぐにそこですから。カムロ町からは出ないんですよね？ええ、
ご心配なく。この方向、多分半グレのたまり場に向かってるな。地下にあるクラブ、俺が相馬と初めて会った店だよ。ここんとこずっと閉まってたはずなんだけど、今夜は久々に開いてるってことかな。間もなく到着です。